はい、アウトプットの重要性ですよね。明石家さんまさんも大悟さんもよく喋りますよね。大悟さんの動画って私もね毎日見るんですよ。動画を見るっていうよりもトークを聞くんですけども、世の中にはね、私3種類の人がいるっていう風な分類、いろんな分け方なんですけども、今回はね3種類の人がいるっていう風に言わせてください。まずはね、インプットする人っていうのがいると思うんですよ。インプット、もうインプットして、あ、いいこと聞いた、本当にね、そういう人で、インプットしたことをアウトプットする人っていうのが一部いるんですよ。ほんの一部です。ほんの一部アウトプットする人がいるんですよ。で、3段階目はどんな人かっていうと、アウトプットを受け取ってもらえるレベルのアウトプットをする人ですよね。ですので、何々さんがこう言っていたよねっていうふうにどっかで噂されるようなことまで言える人ですよね。で、今回大悟さんとか明石家さんまさんの例を私たちは出してますけども、ということは大悟さんや明石家さんまさんって、自分がアウトプットすることによってそれをシェアされるっていうかね、他の人に明石家さんまがこう言ってたよとかね、大悟さんこう言ってたよねって噂されるレベルで影響力のある人ってことなんですよ。そう考えると、私は吉谷さんももしかしたらね、どっかで自分の知らないところで噂されてる可能性があるなと思ったら、それなりにアウトプットを受け取って終わりじゃなくて、そのアウトプットをさらに向こうに伝えていかないとなっていうふうに思っていただけるぐらいのところまで来てるのかなと思っちゃうんですよね。で、これからもそういうふうに思われるような人物でいたいなと思いますしね、どん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 頭を鍛えていかないといけないなというところでございます。でも吉田さんが言われたように、確かにね、インプットしたものをアウトプットすると、体にもいいと思いますし、それからね、脳がものすごく使われるんで、鍛えられてるんで、進化するんじゃないかなと思うんですよ。人によってはね、年齢に応じて脳っていうのはどん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 退化していくっていう風な考え方をしている人がいますけども、それを鵜呑みにしてもう諦めるんじゃなくて、いやいや、脳は使えば使うほどどんどん進化していって、それが70でも80でも90でもピンピンするんだよっていう風な、そういう風なね、マインドセットでやっていくべきだと思うんですよね。それをやっぱり30代とか、もっと言ったら20代とか10代で頭を使うってことを意識して、ずっと70年80年は脳を鍛えるためにインプットとアウトプットを繰り返していけば、まさに使えるコンピューターになっていくんではないかなと思うんですよ。まあこればっかりじゃないと思います。いろんな考え方やいろんなね、実証実験があると思いますけども、私は少なくとも使えば使うほど進化するっていうふうに思います。筋肉もそうだし、脳みそもそうだし、トークもそうだし、目も使えば使うほど進化するし、人間関係も繰り返せば繰り返すほどさばけるようになってくるしっていうことだと思うんですよ。まあ、だから積極的にどんなことでも取り組んでいって、それがね一番、いいんじゃないかなと思います。私もねこうやって YouTube でいろいろ喋ってますけども、結局ですね、この YouTube で喋れば喋るほどアクセスが高まって、多くの人に聞いていただいて、多くの人との関係、一人でも多くの人との関係が増えていく。要するに、久保さんの YouTube を見て連絡しましたっていう人が明らかに6年前よりも今年の方が多いわけですからね。まあ、こういうのをずっと積み重ねていって、自分っていうものがどんどんね進化していくんではないかなと思います。もちろんこればかりじゃないと思いますよ。別の方法で進化する方法もあると思いますけども、私は具体的にいつ聞かれても、いや YouTube で喋ってるから自分が進化してるって感じますっていうふうに言えたりとかね、トレーニングをしてるんで進化してますって言えますけども、別の方法でも進化ができるっていう人は多分ね、その別の方法すらやってないんじゃないかなと思うんですよ。何でもいいんで、まず自分が多分これだろうなって言えるぐらいの積み上げとか繰り返しをやるべきではないかなと思って、今回の動画を終わらせていただきます。それではね、次回の動画も楽しみにしてます。では失礼します。